展示中の聖堂建目仮面聖堂体感建目仮面長大な額飾りを持つ異形の神の仮面。聖堂建目仮面は中国四川省のサムスン体遺跡から出土した聖堂製の巨大な仮面。聖堂建目仮面はサムスン体遺跡から出土した巨大な仮面である。幅 137cm、高さ 64.5cm。 目から直径1 6 5トル、長さ1 3 5トルの長さの円柱状の瞳が飛び出しており、これが縦目の由来となっている。聖堂人陶像と比べると、突線が一本多く両端が髪型まで伸びており、怪しげな笑みの点で違いが見られる。一体の耳は上端が大きく広がっている。眉間の中央に穴が開いており、 正度体感縦目仮面のような剣雲状の額飾りが取り付けられているのが本来の形だと推測されるが今は失われている。また、米紙と下顎にも同様の穴が開いており、ここにも何かを取り付けていたと考えられている。目と耳は別に作られた後、面部の鋳型に埋め込んで合わせしている。目が突出しているという異様な特徴から、 目が立て立ったと言われる古代色の王海こそだとする説が中国で有力である。1986年に二号採取食いから制度体幹縦目仮面と共に出土した二天調展示品。一部の学者は古代のサムズン体の祖先が要素を不足しており、その結果として甲状線機能更新症が原因で眼球が突出したと考えている。ありがとうございます。